今回は江戸川乱歩の魔術師を朗読します。時は1930年、昭和5年の秋。名探偵明智小五郎は長野県諏訪湖で休暇を取っていた。ホテルのボートに泊まり客の子供たちを乗せては湖を漕ぎ回っている。もっと漕いで。ひゃー、うわ、水がかかった。さあ、着いたぞ。みんな気をつけて降りろよ。ありがとう、明智さん。また明日も乗せてくれる？乗せてほしかったらお利口にしてろよ。あ、分かったよ。さよなら、明智さん。さよなら、明智さん。あ、また明日。さよなら。あ、お姉さま。お姉さまと呼ばれた若く美しい女性は東京の大宝石商の娘、玉村妙子だった。しんちゃん、楽しかった？うん、とっても。いつもありがとうございます。いいえ、とんでもない。せっかくのお休みなのにご迷惑じゃございませんか？僕も十分楽しんでますよ。お姉さま、喉が渇いた。じゃあロビーでお茶でもいただきましょうか。明智さんも一緒に行こう。よろしければぜひ。ありがとうございます。3人はホテルのロビーへと移動した。ああ、そうですか。女学校のお友達に会いに。ええ、家族で信州の温泉に行った帰りですの。父たちと別れてこちらへ参りました。明智さんはここで何してるの？遊んでるだけだよ。しんちゃん、明智さんは有名な探偵さんなのよ。そうなの？新聞にもよく載ってらっしゃるわ。いや、でも今はお休みさ。しんいちくんはいくつだい？10歳だよ。年の離れたご兄弟ですね。あ、いえ、私には兄が2人おります。はい。この子は父が所有する長屋に住んでおりました。でも両親に死に別れまして、父に頼んで引き取ったんです。ああ、そうですか。お金持ちのお嬢様かと思ったらしっかりなさってるんですね。そんなことありません。こうして親しくするうちに、明智はいつしか太鼓に恋心を抱き始めていた。私、小さい頃から不思議と先々のことがわかるんです。母が亡くなった時もそうでした。そうなんですか。はい。ですから最近見る夢も本当に起こるんじゃないかと怖くてたまりませんの。どんな夢でしょう？毎晩大きな黒い雲の塊が私たち一家の上に恐ろしい速さで覆いかぶさってくるんです。お姉さま、怖いよ。ごめんね、しんちゃん。でも誰かに呪われてるような気がするんです。何か理由でもあるんですか？それが全くございませんの。それでなお怖いんです。妙子は恐ろしい予感に心底怯えているようだった。その時ホテルの従業員がやってきた。お話し中申し訳ありません。玉村妙子様にお父様からお電話でございます。ありがとうございます。ほどなくして妙子は戻ってきた。何か急用ですか？いえ、いつまでここにいるんだって父に咎められまして、明日東京へ戻ることになりました。帰るの？お姉さま。ええ。あ、そうですか。すみません、今から支度をいたします。翌朝、明智は妙子たちを見送りに出た。明智さん、ありがとうございました。あ、いえ、こちらこそ。お元気でいらしてください。大変お名残惜しゅうございます。僕もです。明智さん、さようなら。うん、どうぞお気をつけて。妙子たちを乗せた車が見えなくなっても明智は見送り続けた。これでいいんだ。僕は40も近い一文無しの中年者だ。手が届く相手じゃないと言いながらも、明智は3日の間妙子との記憶に
思いを馳せてばかりいた。警視庁の波越警部からだった。知り合いの福田徳次郎という人のところで妙な事件が起こってましてね、福田さんがぜひあなたにお願いしたいと言うんですよ。ああ、せっかくですが今は休暇中なんです。それは困る。あなたが来てくれないと玉村妙子さんも失望してしまいますよ。玉村妙子さんが？妙子さんですから。あなたがそこにおられると教えてくれたのは。どうして妙子さんが？福田氏は妙子さんの実のおじさんなんです。ああ、そうでしたか。なんとか帰ってきてくれませんか。はい、ちょっと待っててください。明智は急いで汽車の時刻表を調べた。あ、お待たせしました。下諏訪駅を2時10分に出て上野に7時半に着く汽車があります。それに乗りましょう。ああ、ありがとう。では福田さんに上野まで迎えの車を出してもらうことにしましょう。あ、よろしく頼みます。これも何かの縁かもしれないぞ。しかし彼女の予感が当たったということか。玉村家から婿養子に行った福田徳次郎も兄と同じく相当な資産家であった。妻亡き今は広い屋敷に数人の召使いと住んでいる。子供のいない福田は甥っ子の玉村次郎を呼び寄せた。妙子の兄である。おじさん、何があったと言うんです？ああ、見たまえ。朝起きると私の毛布の上にこの紙があったんだ。11月20日これだけですか？鉛筆書きの下手な文字ですね。窓もドアも鍵がかかったままだ。召使いたちも誰一人知らないという。なのに次の日の朝同じ場所にあったのがこれだ。14。それから1日に1つずつ数が減って今朝はほら9。おかしないたずらですね。いたずらなもんか。何日も連続で厳重に鍵をかけた私の部屋にどうやって入るんだ。まるで魔術師じゃないか。魔術師って、ただ紙切れが投げ込まれるだけでしょう。別におじさんに危害を加えるわけじゃない。いや、順序正しく非常に計画的じゃないか。今日は何日かね？11月11日です。ほらごらん、11日に9を加えると20日になる。この毎日の数字はあと9日しかないぞっていう通告書なんだよ。でも一体何の通告書なんです？それがわからないから君が悪いんだ。復讐でもしようというんじゃないか。復讐っていうと？つまり11月20日こそわしが殺される日だという。バカな、今時復讐なんて。いや、わからんぞ。いいでしょう。なら今夜は僕が徹夜でおじさんの部屋の見張り番をしますよ。そして犯人をとっ捕まえてあげましょう。そうしてくれるか。その夜次郎は約束通り一睡もせず福田の寝室の周りを見張り続けた。おはようございます、おじさん。どうです、紙切れは来なかったでしょ？いや、ちゃんといつも通りに。これが8。わしも今夜こそはと起きてたんだ。なのに明け方にうとうとした隙に。なんてことだ。本気になった次郎は書生たちにも手伝わせ福田家に泊まり続けた。おじさん、おはようございます。ああ、おはよう。どうだった見回りは？いえ、何一つ変わったことは。毎朝何一つ発見はない。なのに紙切れの数字は着実に減ってるじゃないか。今朝はもうこれだぞ。3。一体どうなってるんだ。おじさん、これは警察に頼んだ方がよくありませんか？警察か。知り合いの波越警部に相談してみるか。そこで波越が呼び出されたのだった。さらに東京に戻った妙子の提案で明智の参上となったわけである。その明智は予定通りに上野駅に到着していた。7時30分、ちょうどいい時間だな。明智様でいらっしゃいますか？はい、そうです。福田からのお迎えでございます。ああ、ご苦労様。車はどれだね？あ、こちらでございます。おお、さすがに立派な車だ。あ、いえ、さあさあどうぞ。あ、ではと
明智が車の踏み台に足をかけたその時だ。はっと危険を感じて後戻りしようとする明智をさっきの男が後ろから恐ろしい勢いで押し込んだ。中からは運転台の助手が明智を引きずり込む。何をしてる。助手の鉄のような握り拳が明智の胸を殴りつけた。気を失った明智を乗せた車はそのまま走り去った。一方、福田徳次郎は8時か。明智さんが見える頃だな。旦那様、ご苦労だった。おや、明智さんは。それが上野駅に着いた時にはすでに7時半の乗客は皆帰った後でして。明智さんはどうしたんだ。ホームも構内もいくら探してもお見えにならず戻ってまいりました。どうしてそんなことに。あの、私の腕時計もこの家の時計も15分遅れていましたもので。バカ者。あ、もういい。申し訳ありません。波越警部に電話してくれ。福田は電話で波越に事情を話した。というわけなんです。ひょっとしたら波越さんのところに明智さんが立ち寄ってるのではと思いまして。いや、来てませんよ。電話もないし、予定の汽車に乗り遅れたのかもしれません。あ、そうですか。明日の朝まで待ってみようじゃありませんか。わかりました。まったく、なんてことだ。おじさん、紙切れの数字はまだ3ですよ。1や0までは何も起こりませんって。まあ、次郎の言う通りだな。今夜は寝ることにしませんか。福田も周りの者たちも寝床に着くことにした。だがそこに大きな油断があったのだ。なんだあの音は。空耳か。真夜中、見回りや無駄な骨折りと休んでいた次郎は異様な笛の音で目を覚ました。いや、確かに横笛の音だ。それもおじさんの寝室の方から。もしや。次郎は慌てて隣で寝ていた書生を起こした。おい、起きろ、起きてくれ。何ですか。僕と一緒に下へ行ってくれ。わかりました。屋敷の中は静まり返っていた。二人は福田の部屋の前に来た。おじさん、おじいさん、おじさん。返事がありませんね。ドアを押してみよう。鍵がかかってびくともしない。あ、鍵穴があります。覗いてみよう。あ、どうしました。血だ。え、じゃあ旦那様は。どうしよう、中に入れない。窓は。庭の窓から入れませんか。窓、いや、鉄格子が入ってる。じゃあこのドアを壊すしか。斧だ。斧を探して持ってこい。わかりました。ほどなくして書生が斧を持ってきた。開いた。はい。ドアの壊れた穴から中を覗き込んだその時だ。二人は思わず飛び上がった。なぜならば大きな塊が恐ろしい勢いでぶつかってきたからだ。真夜中、異様な笛の音に導かれ玉村次郎と書生は福田徳次郎の部屋の前にやってきた。鍵がかかったドアを斧で叩き壊したその時だ。ドアの壊れた穴から恐ろしい勢いで真っ赤な猫が飛び出してきた。次郎さん、これは。おじさんの飼い猫だよ。真っ白い猫なのに体中からポタポタと赤い雫が。何も知らずにご主人にじゃれついたんでしょうね。赤い猫は体を震わせて血しぶきを飛ばすと言ってしまった。部屋に入ってみよう。はい。二人は入り口に立った。ベッドの向こうにパジャマ姿の福田徳次郎の下半身が見えた。血の海ですね。おや、なんだ。
おじさんの周りにたくさん散らばってるものは野菊の花ですね。一体誰がこんな。行こう。はい。どうしました。これは頭がない。ベッドに隠れていた福田の上半身にはなんと首から上がなかったのだ。どこだ、おじさんの頭は。部屋の中には見当たりません。並越警部をはじめ警官たちが続々と現場に駆けつけ調査が行われた。その中には被害者の兄玉村善太郎もいた。皆様お集まりでしょうか。では並越警部から調査の結果をお知らせします。はい。まず第一に、福田氏の部屋からは持ち去られたご本人の頭部のほかに高価なダイヤモンドが紛失しておりました。玉村さん、これはどういうものですか。玉村善太郎は宝石商である。妙子や次郎の父でもあった。私がヨーロッパで手に入れました。古風なロゼット切りの15カラットの品です。それを弟が原価で買い取りました。ちなみにお値段は2万円ほどでしょうか。現在の価格で3000万円である。第2に、福田氏の寝室の壁には犯人が残した血で染まった手形がありました。僕は全く気づきませんでしたが。仕方のないことです。なぜなら手形は普通ではない場所にあったからです。普通ではない場所。はい。我々が力いっぱい腕を伸ばしてやっと届く高いところです。その上、手のひらは普通の人の1倍半の大きさでした。集まった人々は皆頭の中でとてつもない巨人を思い描いていた。そんな人が密閉された部屋に入るなんて無理です。しかも誰にも気づかれずに。そこで第三に分かったことです。一人の新聞記者がここに駆けつけた際、近隣の人に聞き取りをしていたのです。福田家の広い庭の外れには人力車夫たちの掘ったて小屋がある。新聞記者は一人の年老いた車夫と話をしていたのだ。男を見た。へえ、あっしゃあんな背の高い野郎は見たことがねえ。そいつは黒いマントでお屋敷から飛ぶようにかけていったんでさ。どれくらいの高さです。7尺はあったかねえ。7尺とは2メートル10センチほどだ。信じられん。そうですよ。おじさんの部屋もこの家も厳重に戸締まりされてたんですよ。どうやってそんな怪物が入るんです。おっしゃる通り。ですからまず最初にここにおられる一人一人にお話を伺い、荷物を調べさせていただいたわけです。誰一人不審なものはいなかったと。はい。ダイヤモンドも出てきませんでした。となると福田さんに深い恨みを持つ者の仕業と考えるのが筋です。とんでもない。弟は恨みを受けるような人物じゃありません。まして7尺の大男に知り合いなどいるはずもない。そうですか。行き詰まった並越警部は警視庁に戻ることにした。もう明智探偵に委ねるしかなさそうだ。早く東京に戻るよう言い聞かせないと。並越は明智の宿泊先のホテルに電話をかけた。並越様、お待たせしました。支配人に確認してまいりました。明智様は昨日下諏訪駅2時10分発の汽車で東京に帰られたそうです。間違いありませんか。はい、間違いございません。名探偵明智小五郎は賊の罠に落ちたに違いない。さらにその翌日には隅田川の白ひげ橋付近でことが起こった。わあ、元気なじいさんじゃありませんか。この寒いのに川で泳ぐなんて。顎まで使って立ち泳ぎですかね。この橋の下まで来たら分かりますよ。随分と静かな泳ぎ方だな。目玉が動いてない。顔も真っ青だ。死んでるんでしょうか。そんなバカな。リスナーの皆さんはすでにお気づきであろう。いかにもご想像の通りである。生首だ。生首が木切れの上に乗せられてる。警察によって首が拾い上げられた。首は船に似せた板にくくりつけられていた。そして筆で
獄門船と記されてあったのだ。はい、並越警部、間違いありません。首は福田徳次郎氏のものです。くそ、なんて傍若無人な。草の根を分けても犯人を取っ捕まえるんだ。直ちに捜査刑事団が編成され、波越も先頭に立って調べ回った。だが何一つ得るものはなく、時が過ぎた。一方、明智小五郎は、よく寝たな。あれ、どこだ、ここは。手狭だが、贅沢に飾られた妖魔で明智は目を覚ました。しかも全くの自由な体で。お目覚めになりまして。明智の目覚めを待っていたのか、様相の美しい娘が食事を持ってやってきた。どこも痛みになりませんか。はあ、ここはどなたのお宅でしょう。ご心配なく、あなたをお救いした人の家と思ってくださいまし。私はその娘です。僕は上野駅で変な自動車に押し込められて、今まで気を失っていたんでしょうか。どうして僕を救ってくださったんです。まだいろいろお考えにならない方がよろしいかと。それに私、何も喋ってはいけないと言われてますの。いや、もう大丈夫です。明智は起き上がり、まっすぐに座ってみせた。だがすぐに片手をついてしまった。まだふわふわ揺れています。ほら、無理をなすってはいけませんわ。気分はいいんですがね。おや、この部屋には窓がありませんね。これじゃ昼か夜かもわからない。夜です。8時を過ぎました。何日の。11月17日です。僕が上野駅に着いたのは16日の晩。あ、丸1日寝てたのか。すいません、ここは何階でしょう。何階ですか。ええ、どうも高い塔の上でゆらゆらしているような変な感じがするもんですから。でも居心地は悪くないでしょう。ご滞在の間、十分におもてなしいたします。滞在って冗談じゃありませんよ。僕には大切な用事があるんです。いいえ、お焦りになってはダメですわ。また後ほど参ります。ごゆっくりとお食事をなさってくださいまし。失礼いたします。いや、待ってください。明智は廊下に出ようとする娘を慌てておった。だが5、6分動いた途端、なんだ。明智は足を取られて倒れてしまった。じっとしてらっしゃる方がおためですよ。明智の足首はソファーの下に取り付けた鎖につながれていた。なんだ、救われたというのは嘘じゃないか。賊の住処というわけか。はあ、こいつは面白くなってきたぞ。開き直った明智は食事を取り始めた。食事に毒は入っていない。殺す気なら寝てる間にできたからな。大きな本棚、壁には西洋道化師のお面、野菊が入った花瓶。食事も部屋も十分贅沢だ。まるでお客様の待遇だな。食事が終わると同時にドアが開いて、先ほどの娘が現れた。お食事お済みになりましたか。あ、ごちそうさまでした。君は実によく気がつきますね。まあそうでしょうか。僕が目が覚めるとすぐに食事が届いた。終わると下げに来てくれる。どこかに見張りの穴でもあるんですか。そんなものありませんわ。そうですか。あの、何でしょう。お手洗いに行きたいんですが。必要に迫られたのではない。明智は娘がどうするかを試したのだ。わかりました。娘はポケットから小さな鍵を取り出すと、明智の足首の鎖を解いた。さあどうぞ。これで僕は自由だ。逃げようと思えば逃げられますね。まあ、騙したのね。青ざめた娘は服から小型のピストルを取り出した。震える手は明智を狙っている。どうしたって逃げられません。私を困らせないでください。お願いです。いや冗談ですよ。
逃げたりなんかするもんですか。よかった。その時だ、明智は油断した娘に飛びついてピストルを奪い取った。何をするんです、いけません。 あなたに構ってる暇はないんです。明智はドアを開け飛び出した。だが廊下は真っ暗だ。どちらへ行くか迷っているうちに突然背中に硬いものが当たった。え、ピストルを捨てろ。さもないとお前の背中に穴が開くぞ。ピストルを手にした覆面の男がすぐ後ろに立っていた。廊下で待機していたのだ。分かった、分かったよ。捨てればいいんだろう。余計な手間かけるんじゃない。おとなしく寝てるんだ。結局明智は元の場所に逆戻りとなった。呆然としている娘に覆面の男が言った。ほら、鍵をくれないか。あんまりこの男信用するんじゃないぞ。覆面の男は明智を鎖につなぐと娘を連れて出て行った。なんだこの厳重な監禁は。奴らの陰謀の重大さがわかるというもんだ。早くしないと大変なことになるぞ。だが明智はソファーに寝転がり眠り始めた。寝たふりをするしかない。ポケットにはナイフがある。今晩中に鎖を切断すればなんとかなる。明智は 4,5 時間かけてようやく鎖を切り取った。世話をかけるなと言っただろう。鎖が切れると同時に覆面の男が今度は2人入ってきた。一人はピストルを構え、もう一人は長い縄を持っている。こいつをソファーごとぐるぐる巻きにするんだ。何もできないようにしてやる。明智は全く身動きができなくなってしまった。二人が出て行った後、明智は首だけを動かして部屋を見回した。これで分かった。どこかに見張り窓が必ずあるはずだ。でも一体どこに。明智はぼんやりと正面の壁を眺めた。だが突然明智の顔が生き生きとし始めた。分かった、分かったよ。よくそんなところでじっとしていられたもんだな。監禁された部屋の中、ソファーにぐるぐる巻きにされたままの姿で明智小五郎は笑い出した。真っ白な顔、頬と額に赤い丸、目にすっとんきょうな黒いクマ、紅白のとんがり帽。あ、ほら、まばたきをした。口元が歪んだ。君が生きていることはとっくに分かってるんだ。すると壁の西洋道化師のお面がカッと目を開き口を動かした。やっと分かったか、名探偵明智小五郎。装飾用のお面の代わりに自分の首を突き出すなんてな、大した見張りだ。その割には時間がかかりすぎだがな。で、僕の自由を奪って何をしようというんだね。何をしようじゃなく何をしたかって聞いてもらいたいね。え？福田さんをどうかしたのか。首と胴を別々にしただけさ。俺には先祖から伝わる大使命があるんだ。そのために俺は生まれ教育を受け、40数年の間苦しみ続けてきた。なのに目的を達しようという時に邪魔者が現れた。貴様だ。俺は権力や武器なんか怖くはない。だが君の知力だけは恐ろしい。だから恨みもない君を監禁したわけだ。おとなしくしてさえいれば十分歓待する。どうかしばらくの間辛抱してくれ。いつまでだ。長く見積もって1ヶ月。1ヶ月。じゃあ福田さんの他にも。そうだ、だから頼んだ。どうか俺の使命を全うさせてくれ。いやだ、君の40数年の陰謀と僕の正しい知恵とどっちが優れているか試してみようじゃないか。なんだと。俺は使命のためなら君の命だって取れるんだぞ。命を取られる前に抜け出すに決まってるだろう。
そんなこともわからないのか。畜生、ならば望み通り息の根を止めてやる。肉の仮面が引っ込んで、代わりに土のお面がはめ込まれた。その直後、ドアが開き、顔だけでなく服装まで道化師の男、二人の覆面の男、先の美しい娘の四人が入ってきた。どうやら道化師が賊の頭、覆面の二人は上野駅での運転手たちであろう。へえ、道化師は注射器、覆面の二人はピストルか。一体何をしようというんだ。安心しろ、君に恨みはない。だから注射で極楽往生させてやる。考え直して命乞いをする気はないか。僕はたった一人だぞ。しかも縛られて身動きもできない。寄ってたかってそんなに僕が怖いかね。何を。よし、目探偵もここまずだ。文雄、こいつの腕をまくれ。はい。文雄と呼ばれた娘は明智の上にかがみ込んで洋服の腕をまくり上げた。娘の手が明智の背中に回ったその瞬間、あ、明智は後ろに組んでいた手に刃物が当たったのを感じた。だが娘の哀願するような目くばせを見て声を押し殺したのだ。よし、それでいい。下がれ。はい。名探偵明智小郎もここまでだな。道化師は明智の腕の肉をつまみ上げた。注射器がじりじりと近づいてくる。針が明智に触れる。まさにその時だ。うわ、なんだ。大きな音とともに明かりが消え真っ暗になった。誰かが天井のランプに何かをぶつけたのだ。ぶっ放せ、それをぶっ放せ。わかりました。だが闇の中だけに命中はしない。明智は脱出しようと両腕に力を込めた。すると縄がズルズルと緩むではないか。あの娘だ。娘が縄を切ってくれたんだ。おまけに僕が逃げられるようにランプまで壊してくれたとは。ろうそくだ、踏みよ、ろうそくを持ってこい。わかりました。相手が慌てている間に明智は縄から抜けて廊下に飛び出した。闇の中を走る。逃げた、逃げたぞ。おい、飛んだ。廊下を抜けきると夜ながらパッと視界が開けた。とうとう家の外に出たのだ。捕まえろ、逃がすな。待て、待たないか。明智は走った。しかし5、6秒もいかぬうちに欄干のようなものに突き当たった。手で探ってみる。なんと欄干は延々と続いているではないか。驚いたか小僧。ここをどこだと思ってるんだ。この海を泳ぎ切れるというのか。はっとして下を見ると星明かりに揺らめく水、水、水、果てしない大海原だ。船の上だったのか。道理で窓のない密室だ。絶えず揺れる部屋だ。あ、くそ。後ろには迫り来る強敵、前には果てしない大海原。明智小五郎、またしても絶体絶命。その時だ、黒い影が飛びかかり明智の耳元でささやいた。飛び込む真似をして船べりに隠れてください。黒い影はすっと離れた。文雄だ。明智は何も考えずに言葉に従った。これぐらいの海が泳げないでどうする。明智は勢いよく欄干を飛び越えた。そしてもんどり打って船べりにぶる下がった。大きな水音はまたもや文雄のトリックだ。何か重いものを海に放り込んだのだ。ああ、と飛び込んだぞ。ボートを出せ、逃がすな。慌てた3人はつないであった小さなボートに乗り込んだ。明智が飛び込んだあたりをこぎ回るうちにボートは船から遠ざかっていった。早く、今のうちです。明智は甲板に這い上がった。もう大丈夫、しばらくどこかに隠れててください。そしてあの人たちが帰ってきたら入れ替わりにボートで逃げるんです。ありがとう。でもどうして君は僕の味方を。賊の一味ではないのですか。明智は思わず娘の手を握って尋ねた。熱いものが目の中に込み上げてきた。私はあの頭の娘です。でも
私あなたのお名前をよく存じております。お助けしないではいられなかったんです。娘は今にも泣き出しそうに明智の手を握り返した。その指先に娘の情熱と恥じらいを感じた明智は年がいもなく顔をあからめた。なんとお礼を言っていいものか。いえ、それより早くお隠れください。わかりました。数十分後男たちは戻ってきた。お父さん、見つかりましたか。どこにもいない。くそ、なんてやるだ。どこに行ってしまったんでしょう。その間に明智は賊のボートを奪って船を離れていった。だが一難去ってまた一難。なんだこの雨と風は。くそ。穏やかだった天候は暴風に変わっていた。荒れ狂う波と雨風が明智に容赦なく吹きつけた。賊の船にも同様に。頭、大変です。ボートが切れ伏せてます。この天気だ。風がボートの綱を吹きちぎったんだろう。海の上は大荒れだ。明智のボートはぐーんと空に突き上がると、次の瞬間にはドーンと地獄の底に落っこちた。延々その繰り返しだ。そしてとうとう時が来た。大きな波を受けたボートは転覆し、明智は海に投げ出されてしまった。どうなるのか明智小五郎。翌々日、新聞に秘宝が掲載された。民間探偵の第一人者明智小五郎氏溺死というものだ。並越警部の家では明智の葬儀が行われた。並越警部、残念なことでしたね。本当に残念だ。月島海岸に溺死死体で漂着なんて、明智君もさぞ無念だろう。ご遺体を警部が引き取られたと。せめてもの弔いだ。犯人を必ず捕まえて供養してやるぞ。待ってろ明智君。誰もが明智の死を悲しんでいた。明智は本当に死んでしまったのか。さて、玉村家の話に移ろう。玉村次郎は自宅の広い庭であるものを発見した。なんだこれは。数字の8。ここにも、あ、あそこにも。テニスコートやブランコがある砂地には棒切れで書かれた8という数字がいくつもあった。8の字は点々と屋敷へ続いている。その先には新一少年がいた。新ちゃん、どうして8の字ばかり地面に書いてるんだい。あのね、葉っぱ64個書いておくといいことがあるんだって。誰に教わったの。よそのおじさん、今門のところで。どんな人だった。年寄りのおじさんだよ。洋服を着た。次郎はゾッとした。福田徳次郎の死を予告したのもこんな数字ではないか。まさか年寄りのおじさんって一体何者なんだ。次郎は自分の書斎に入り、窓から庭を見下ろした。新一はまだ八の字を書き続けている。そこへ音吉という最近雇い入れた庭掃除のじいやがやってきた。坊ちゃん、いいものをあげましょうかね。何じいや。なんだ、ただの木の枝じゃないか。ああ、これパチンコって言うんですよ。じいやは名人なんですよ。この小石であそこの葉っぱを打ってみましょうかね。そんなことできるの。できますとも。それわ、当たった。すごいね。今度は、おや、バルコニーにお姉さまがいらっしゃる。何か飲んでおいでだ。顔をしかめて、きっと苦いお茶でしょうな。あのコップを打ってみせましょう。お姉様の。太鼓の。何をしようというんだ。音吉は小石を飛ばした。何。ああ、お嬢様、申し訳ございません。じいや、何をするんです。あの、坊ちゃんにお見せしようと屋根のスズメを狙ったんです。外れてしまいました。申し訳ございません。音吉は平気で嘘をついている。あいつ
もしかして。次郎は恐怖を感じた。翌日、次郎は乙吉が玄関の大扉を拭いているのに出会った。おや、じいや、ちょっと拭くのをおやめ。あ、誰かがいたずら書きしまして。あ、ほとんど消えてる。ここに何て書いてあったんだい？まさか数字では。さあ、数字の7でございましたかね。昨日は8、今日は7。次郎は真っ青になった。だが翌日には次郎の部屋の日めくりのカレンダーがわざわざ6になっていたのだ。やつは屋敷の中を歩き回っている。賊の動きに恐れをなした次郎は父玉村善太郎の警護を始めた。自宅へ帰る車の中で次郎は思い切って言った。お父さん、用心をした方がいいですよ。用心？雇い人も増やしたし、わしの往復にはお前がついてるじゃないか。いや、賊はもう僕らの家に入り込んでるかもしれません。魔術師じゃあるまいし、バカバカし。お前の予言じゃ今日は5という数字が現れるんだろ。車は玉村邸の門に入り方向転換をした。その時だ。君、車を止めてくれ。塀にはなんと数字の5が黒々と映し出されているではないか。玉村善太郎と息子の次郎を乗せた車は自宅の門に入った。車が方向転換をした時、君、車を止めてくれ。お父さん、見てください。塀に映った丸い光の中を。丸い光？あ、数字の5が大きく。誰かがヘッドライトに墨で書いたんでしょう。一体誰が？旦那様、次郎様、お帰りなさいまし。あ、またしても音吉。おや、また誰がこんないたずらを。もういい、車を出してくれ。実際に目撃した以上、玉村善太郎も慎重にならざるを得なかった。玉村はすぐさま波越警部に電話をした。というわけです、波越さん。わかりました。見張りの刑事を増やしましょう。よろしくお願いします。だが厳重な警備にもかかわらず数字は現れ続け、とうとう1になった。0となる日、玉村家の人々は朝から一つの部屋に集まって過ごしていた。太鼓、今何時だい？お父様、何度も同じことを。10時前ですよ。もう夜の10時。何も起こらなかったじゃないか。長男の一郎は家族の臆病風を笑い飛ばした。数字が0になる日だなんて馬鹿げてる。みんな朝から集まって、お父さんは仕事まで休んで。厳重な警備で手の出しようがなかったんだよ。もう大丈夫そうだな。僕は寝るよ。そろそろ部屋に行きましょうか。玄関や門で見張りをする者以外は皆寝室へと分かれていった。11時半か。おや、あの笛の音、おじさんの時と同じだ。次郎は用意していたピストルを握りしめると笛の音の方へ走り出した。それは妹の部屋からだった。クソ、今度の犠牲者は太鼓か。見ると太鼓の部屋の前で黒い影が動いている。何者だ？動くと撃つぞ。いや、次郎様。音吉じいや。変な笛の音がしたので見回っておりました。あのお嬢様の部屋が妙なんでございますよ。よし、ドアをぶち破るぞ。はい、行きますよ。ドアが壊れ、二人は寝室に倒れ込んだ。太鼓が倒れてる。右腕の付け根に担当が刺さっておいでです。大変だ、みんな来てくれ。太鼓は即座に病院に運ばれた。重傷ではあったが幸い命に別状はなかった。すぐさま刑事たちによる取り調べが行われた。玉村妙子さんですね。はい。こんな時にすいませんね。
大丈夫です。早速ですが犯人の顔を見ましたか？いえ、顔は。でも天井に届きそうな黒い大男でした。大男？ではこれに見覚えは？白いカード？お嬢さんをやった担当の根元に突き刺さってました。ちょっとお見せください。4って大きな字が書いてあります。次の日には配達されたどの手紙にも赤鉛筆で3と書いてあった。その翌日は一郎のカバンから2と書かれたカードが出てきたのだ。誰なんだ？僕のカバンにまでいたずらを。兄さん、相手は恐ろしい大男、魔法使いのようなやつだよ。姑息なやり方しやがって。僕が必ずとっ捕まえてやる。だが翌日には1と書かれた紙が見つかった。玉村家は警備を固めるしかなかった。そしてゼロになる日がやってきた。また朝から全員集合だ。くそ、奴はきっと家のどこかに秘密の出入り口を作ったに違いない。よし、僕が探し出してやる。一郎は皆が集まる部屋から離れ屋敷の周りを見て回った。玉村家の屋根には大きな時計塔がある。文字盤が4メートルもある古風なゼンマイ仕掛けで、近所の中学生は幽霊塔と呼んでいた。おや、時計塔の文字盤に白い紙切れが貼ってあるぞ。何か書いてあるな。数字か？いや、字が並んでる。よし、見てやろう。一郎は屋敷に戻り、2階から時計塔への薄暗い階段を上がった。不気味だな。たくさんの歯車、鉄の太い柱、頭の上には大きな振り子。どれも巨大で、誰かが隠れてても分かりゃしないぞ。一郎は胸ポケットのピストルを握りしめた。だが怪しいものに会うこともなく文字盤の裏にたどり着いた。僕まで臆病になりすぎた。さっさと紙を見て降りよう。巨大な文字盤には装飾用に直径30センチほどの丸い穴が2つ開いている。確か張り紙は左の穴の真下だったな。なんだあの音は。振り子のきしみじゃないぞ。笛の音だ。まずい、今犯行が行われようとしてる。すぐ下から聞こえるぞ。よし、見届けてやる。一郎は文字盤の穴から首を出して庭の茂みを見た。だが誰もいない。さては時計塔の裏側か。ん？笛の音が移動してるな。奴が見えるかもしれないぞ。一郎は長い間穴から首を出して笛の主を探し続けた。いつの間にか首の後ろに感じていた妙な違和感が鈍い痛みに変わっていた。なんだこの重く抑えられる感じは。首が抜けない。くそ！機械的なものにじりじりと押さえつけられて穴から頭が抜けないのだ。顎が疲れてる。時計の針？なんと大時計の巨大な長針が断頭台さながらに一郎の首を押さえつけていたのだ。なんてことだ。痛い。くそ！力を入れれば入れるほど大時計の長針が首に食い込んでいく。その上刻一刻と力は強くなっていくではないか。おい、助けてくれ。誰か。だが広い庭に人影はない。鋼鉄の長針は一郎の頸動脈を圧迫し呼吸さえも苦しくなってきた。その時だ、一郎の目に張り紙の文字が飛び込んできた。午後1時21分。張り紙は時計の針が穴を通過する時刻、つまり一郎の死亡時刻を告げていたのだ。あれ、今何か聞こえませんでしたか？何が聞こえたというんだ？悲鳴のような、泣き声のような。1階の部屋に集まっていた人々は顔を見合わせ聞き耳を立てた。兄さんがいない。兄さんはどこです？
誰か知ってる者はいないか。僕探してきます。兄さん、兄さん。あ、上から聞こえる。次郎は時計塔に向かって駆け上がった。すでに聞こえなくなった叫び声の方へ。兄さん、兄さん。次郎が時計塔に着いたその時だ。巨大な歯車の間に人影が見えた。だが次郎様、おとき師じゃないか。何をしてる。あ、ちょうど良いところにお越しくださった。こちらです。え、おとき師の指さすところには死体のように横たわる兄一郎がいるではないか。誰がこんな目に。兄さん。ああ、次郎、首の周りに真っ赤な傷が。おとき師、お前の仕業だな。おい、私じゃ。他に誰がいるんだ。違うよ次郎、ジーヤは危ないところを助けてくれたんだ。え、もう少しで息が止まるって時に機械を止めて時計の針を逆に回して。そうか。でも騙されるもんか。音吉は太鼓に石を投げた。太鼓が刺された時も今も現場にいるじゃないか。くそ、必ず尻尾を掴んでやる。次郎は音吉への疑いをさらに深めていった。さて、数日後。兄さん、首の具合はどうだい。まだ傷跡はあるけど体はすっかり元気だよ。そりゃよかった。太鼓はどうだ。高熱が続いて退院はまだ先らしいよ。はい。次郎さん、花園陽子さんがお見えです。すぐ行くよ。花園陽子は太鼓の友達で次郎の恋人でもあった。二人は庭に出た。陽ちゃん、太鼓を見舞ってくれたんだって。静かに休んでおられたわ。それより次郎さん、変なお手紙を送ってらしたのね。手紙？僕は出してないけど。でもあなたのお名前で毎日よ。え？どんな手紙だい。暗号だからわからないわ。暗号？数字が書いてあるだけよ。5から始まって毎日一つずつ減っていくの。なんだって。1という手紙はいつ受け取ったの？昨日よ。その下にお話ししたいことがあるから明日必ずおいでくださいとあなたの字であったでしょ。だから来たのよ。陽ちゃん、それは偽の手紙だよ。あ、しー。何？音吉だ。最近雇い入れたジーヤだよ。僕らの話を立ち聞きしてたのかもしれない。音吉が去ると次郎は陽子を屋敷へ引っ張っていった。ここで待ってるんだよ。陽ちゃんが帰るとき護衛をつけるよう頼んでくるから。はい。陽ちゃんにまで手を出すなんて許さん。だが次郎が戻ったとき陽子はいなかった。兄さん、陽ちゃんは？君の部屋へ行ったんじゃないのか。くそー。陽ちゃん、陽ちゃん。刑事たちと共にくまなく探したが陽子はどこにもいなかった。数日の間次郎は陽子を求めてただただ町を歩き回った。はあ、ここはどこだ。一度も通ったことのない道だ。おや、なんだろう。古めかしい一軒の小劇場が冬空に上りをはためかせていた。ああ、手品か。骸骨踊り、水中美人、笑う生首。昔懐かしい絵看板に引き寄せられて次郎は劇場に入ってみる気になった。たまに見ると手品も面白いもんだな。悲惨な現実が遠くに感じる。ああ、おしろいで顔を塗りつぶした西洋風の道化師、なかなか見事な腕前だ。だがこの道化師こそが明智を捕らえた男であった。さらに生首でゲラゲラと笑った女は娘の文代だ。なんと奴らは手品師に化けて玉村家のすぐそばで講義をしていたのだ。しかし次郎は知る由もない。さて、摩訶不思議の大魔術美人解体術でございます。座長自ら剣を取り、手足最後には首を切断し、再び組み合わせて元の婦人にいたしましょう。現れたのは手に横断ビラを持った道化服の座長と着飾った文代だ。では皆様、これより婦人の洋服を剥ぎ取ります。それ助手の二人がパッと飛び抜いた。すると椅子にぐるぐると縛られた丸裸の女が現れた。
女は顔を布で覆われている。分かってるさ、あれは人形だ。でも本物の人間みたいだ。おや、誰かに似てるな。誰かに。行方不明の恋人花園陽子を探し回って疲れ果てた玉村二郎は古びた劇場にふと立ち寄った。だが目の前で手品をしている者たちが事件の首謀者であることなど観客の二郎は知る由もない。さて、摩訶不思議の大魔術美人解体術をご覧に入れます。なんて見事な人形なんだ。息をしているようにさえ見える。おや、誰かに似てるな。誰かに。それでは皆様、右の足より参りましょう。笑い面の道化師が滑稽なほどものものしいダンビラを人形の太ももに打ち下ろした。ゴロンと右足が転がった。人形はうめえだ。いや、裏で誰かが声を出してるだけだ。あの体、あの声、陽ちゃんにそっくりなんだ。はい、次は左足です。道化師は釣りの舞さながらに大げさな動きでダンビラを振り回した。掛け声とともに左足、右手、左手もゴロンと転がっていく。最後に首と参ります。なんてことだ。首も手足もない胴体が米俵みたいに座ってる。恋人花園陽子の姿が重なり、二郎は慌てて打ち消した。さて皆様、今度は転がりましたものを元に戻してまいりましょう。はい、はい、次。はい、道化師が足や手を胴体へ投げると元の場所にぴったりくっついていくではないか。最後に頭と参ります。はーい。頭が胴体に乗っかると同時に首はニコニコと笑い出した。これにて美人解体術はおしまいでございます。生き返った女はお辞儀をして舞台の裏へと引っ込んだ。その時だ。女の姫？きっとあの女、幕の裏でもう一人のバラバラ死体を見たに違いないぞ。なんてな。二郎はそれ以上見る気にもなれず外に出た。いや、もう少しいてみようか。思い返して劇場の裏に回ってみると楽屋を覗き込む一人の男がいた。何をしてるんだろう。その時男が振り返った。あ、音吉。音吉の魔の手から逃れようと二郎はただただ走った。いつしか二郎は見も知らぬ林に迷い込んでいた。すでに日はとっぷりと暮れている。ここはどこなんだ。気味が悪い。あいつがどこかから飛び出してきそうだ。おや、木陰に人影が。ほら、あれが音吉に決まってる。え、あの後ろ姿は。やっぱり音吉。二郎と同じく音吉も大木の向こうの何かをじっと見ている。あいつ何を見てるんだ。音吉の視線の先にもう一つの人影が見えた。その黒い影がこちらへと歩き出した瞬間、おとくしが飛びついた。待て。相手の男も強いが、おとくしも老人とは思えぬほど強かった。とうとうおとくしが男を踏み伏せた。おとなしくしろ。おとくしが誰かを殺そうとしてる。二郎はおとくしに向かって突進した。こんちくしょう。何をする。こっちのセリフだ。三つどもえとなった。二郎の加勢で起き上がった男は闇の中へと逃げ去った。今度は二郎が音吉に組み伏せられてしまった。あ、貴様は何者だ。手を離せ。
君の主人、玉村次郎だ。え？おお、次郎さんですか。くそ。あ、どうしてこんなところへおいでなすったんです。君こそ何をしてるんだい。いや、何でもありません。どうかお手をお話しください。話すもんか。警察へ引き渡してやる。警察？そりゃ思い違いです。何を言うか、僕は全部知ってるんだぞ。福田のおじさんを殺したのも、太子や兄さんを傷つけたのも、陽ちゃんを誘拐したのも、みんな貴様の仕業じゃないか。そうですか。あなたが疑っておられることは薄々感じていました。わかりました。ではそれを晴らすためにお見せしたいものがあります。ごまかされるもんか。まあ、こちらにいらしてください。次郎は油断せずに、おとき氏の服を掴んだまま後に従った。マッチをお持ちですか。ライターならある。ちょっと照らしてくださいませんか。次郎が照らした地面を乙吉はあちこち見て回っていた。ここだ。これが何だ。ほら、今掘り返したばかりですよ。確かに土の色が変わってる。桑の忘れ物、これで掘ってみましょう。そこに何があるんだ。はっきりは分かりませんが、ですが、なんだ。非常に恐ろしいものです。朝の袋が見えてきたぞ。さ、手伝ってください。この袋を引っ張り上げますよ。よし。さ、もう一度明かりつけてください。乙吉が袋の口を開けた。そしてその底を持ってぐいっと逆さにした。腕や足、人形じゃなかったんだ。生きた人間だったんです。でも誰の。それを確かめねばなりません。この首の目隠しを取って。乙吉は地面から首を持ち上げた。次郎がライターを近づける。頭に巻かれた目隠しの布がほどかれた。首は変わり果てた次郎の恋人、花園陽子ではないか。極悪人、どうしてあんな人殺しを見せ物にできるんだ。隅田川の獄門船と同じです。できるだけ無言正しく、できるだけ大勢の前で復讐をするのが奴らの目的です。一度埋めた死骸をわざわざ僕の前で掘り起こすのも犯人の目的というわけか。どういうことです。貴様が犯人だと言うんだ。お前は必ず殺人現場をうろついてるじゃないか。まだ疑っておいでですか。わかりました。では次郎さん、僕の顔をよく見てください。乙吉は白髪混じりのかつら、眉毛、武将髭をむしり取った。なんと乙吉は30代の精悍な男ではないか。写真で見たことが。あなたはもしや明智小五郎です。嘘だ。だって死んでしまったと新聞で。敵を欺くための非常手段です。奴らは恐ろしく手強い。しかも僕を邪魔者として誘拐する始末だ。浪越警部と相談して僕は死んだと油断させるしかなかったんです。でないと玉村家へ入り込んであなた方を守ることもできませんでした。だからいつも、パチンコで太子さんを狙ったのも毒が入った紅茶を飲もうとされたからです。そうでしたか。僕は本当に邪魔をしてしまったんですね。いや、仕方がありません。明智さん、警察に知らせて芝居小屋を押さえましょう。いや、やめておきましょう。どうしてです。用意周到な奴らです。今頃劇場はもぬけの殻ですよ。じゃあどうすれば。家へ帰って寝ることです。でもこの明智が生きていたことは誰にも言ってはいけませんよ。その時明智は素早く石を拾い、闇に向かって思いっきり投げた。先ほどの賊が様子を見に戻ってきたのだ。追いかけるんだ。次郎君。はい。あいつが今までここにいたとすれば、奴らはまだ芝居小屋にいるぞ。
え？族の頭は死体を見られたことまだ知らない。とすれば今も手品を続けているかもしれない。はい。夜の林を三人の男が走り抜けた。逃げる男は芝居小屋の楽屋口へと走り込んだ。ほら、やっぱりな。頭に知らせるために戻ったわけですね。入り口はここだけだ。二郎君はここで見張っててくれ。頭が来たら捕まえるんだ。はい。あ、警察への電話も頼む。明智は楽屋口へと飛び込んでいった。今の今まで舞台を続けていた族たちは知らせを聞いて逃げ出していた。彼らとは無縁の小屋の道具明かりが舞台には残っていた。警察の者だ。奴らはどこへ行った？へい、みんなして裏へ逃げました。案内を頼む。二人は舞台裏へと向かった。あ、あそこでさ。道具明かりが指さす天井には両手を伸ばした道化師が針金の上を渡っていた。はあ、天井に行くはしごはあるか？こっちでさ。あ、屋根裏に逃げ込みやした。ああ真っ暗だな。だがもう袋のネズミだ。二手から攻めていこう。へい。とうとう明智たちは屋根裏の隅に道化師を追い詰めた。あ、担当を出しやした。自分の喉に刃先を向けてるぞ。一歩でも近づくと死んでやる。この声、あ、しまった。こいつは偽物だ。お前は誰だ？言えるか。あ、白状しろ。もう逃げられないんだぞ。くそ、軽業師の木野だ。座長に世話になってる。若造がどうしてそんな服を着ている？座長が楽屋口にデカが来てるからこの道化服を着て変装しろ、そしたら大丈夫だって言ったんだ。警察に捕まるだけの理由があるってわけか。余計なお世話だ。ちくしょう、君は利用されただけだ。明智さん。はしごの下には次郎のほか警官、小屋の者、やじ馬までもが群がっていた。次郎君、入り口の見張りはどうしたんだ？賊の頭は捕まえたんでしょ。だったらいいじゃありませんか。道化服に騙されるのも無理はない。だがこいつは偽物だ。え？奴らはきっと大喜びで逃げていったよ。そんな。ああ、なんてことだ。屋根裏から降りた明智は悔しくてたまらない。くそ、死んだふりまでして全てがうまくいっていたのにまんまとやられちまった。族の住処を突き止めねば我慢がならん。でもどうやって。明智は全気力を集中して考えた。その時ふと見た地面に目が釘付けとなった。明智の顔に晴れやかな笑みが浮かんできた。次郎君。はい。恋人を失った君がどれほど辛いか分かりますよ。ええ、今なら僕も。今ならですか？恋人がいなければ分かりようもない。まさに今僕には美しい恋人ができたんです。はい。よし、彼女のためにも僕が奴らの家を突き止めてみせます。次郎と警官たちは明智の突飛な発言にあっけに取られて顔を見合わせた。だが当の本人は迷いもなく町へと歩き始めていた。明智小五郎は魔術の一味を古びた劇場に追い詰めたが、あと少しのところで取り逃がしてしまった。次に打つ手を考えあぐねていた明智だったが、満面の笑みで顔を上げた。よし、僕の生涯で初めての美しい恋人のためにも奴らの家を突き止めてみせます。次郎君、皆さん行きますよ。待ってください。何を目印に？ついてくればわかります。明智は迷いもなく歩いていく。次郎と警官4人は明智の突飛な発言に顔を見合わせたが従うしかなかった。街灯で地面が照らされた時、次郎がハッとして叫んだ。明智さん、わかりましたよ。そう、道に点々と落ちている小さな色紙です。でも誰が、どうしてこれが目印なんです？魔術師の娘フミヨさんです。手品に使う紙を切り刻んで落としてくれたんです。奴らの住処に続いてますよ。わざわざ敵が目印を。いや、娘は父親とは正反対の心優しい女です。父親の悪い行いを憎んで警察に引き渡す決心をしてるんです。僕も救ってやらねばなりません。明智は歩きながら捕らわれた船での文雄の行いを話した。
やがて一行は寂しい海岸に出た。行く手に古風な洋館が一軒ある。あの家に違いない。明かりがついていますね。皆さんは手分けして家を取り囲んでください。わかりました。次郎君は僕と一緒に。はい。どなた？僕です、明智です。早くどうぞ。僕らが来たことを感づいてませんか？大丈夫です。奥でお酒を飲んでます。森でお会いした男と父、二人だけです。早く捕まえてください。わかりました。まずは私を縛ってください。どうして？君は味方じゃないか。ダメです、縛ってください。そうですか。明智は紐を見つけて文をホールの柱に縛り付けた。だがドアの下辺から男が見ていることに気がついていなかった。次郎君、やつらの様子を見ておこう。はい。二人が廊下を進んでいくと、突き当たりの部屋から明かりが漏れていた。明智はドアの鍵穴から室内を覗き込んだ。いた。姿は変われど杯を舐めているのは頭だ。その時だった。手を挙げろ。賊の手下が二丁のピストルを明智と次郎の背中に押し当てた。二人は手を挙げるしかなかった。入っていいぞ。柱、二人を捕まえました。ご苦労。お待ちしてましたよ。あなたは何とお呼びしましょう？音吉じいさん、それとも明智くん？まずはおもてなしに大魔術をお目にかけましょうか。二人は背中のピストルに押されて玄関のホールにやってきた。明智くん、君が縛った娘の顔を見てください。猿靴を押されたままうつむいている文雄がいた。ほらよ。明智はピストルで背中を突かれた拍子に文雄にぶつかりかけた。ピストルが離れた。今だ。文雄さん、すまない。明智はひとっ飛びで文雄の後ろに回り込むと、ポケットから取り出したピストルを文雄の頭に向けた。どうだ、撃てばいい。その女が死んだところではしは痛くも痒くもない。何を言う。銃声で外にいる警官たちが飛んでくるんだぞ。警官が何百人来ようと怖くはないさ。明智君、ちゃんと女の顔を見たまえ。服も縛り方も変わってないだろうが。違う、文雄さんじゃない。あ、妙子さんじゃないか。魔術師の早業がお気に召したかね。文雄はどこへ行ったのか。もしや文雄は二重スパイだったのか。魔術師が妙子の脇腹にピストルを当てた。完全なる形勢の逆転だな。さすがは魔術師、見事な腕前だ。分かったよ。おや、明智君がピストルを放り投げるとは。いただきだ。おいおい、そいつは君たちの楽屋で拾ったおもちゃだよ。さあ、我々の勝負、どちらに勝ち目があると思うかね。俺には武器と人質がある。僕には家の周りに警官たちがいる。そいつらが来る前に妙子は死ぬぞ。いいのかね。妙子さんを撃てば警官たちが君を捕まえるぞ。君の目的は妙子さん一人じゃないはずだ。40年の苦労を棒に振る気かね。よし、取引だ。妙子を返す代わりに俺を逃がさないか。もし嫌だと言ったら。ドカーンと爆弾で妙子と心中するさ。分かった。妙子さんの命には代えられない。君は自由だ。卑怯な真似はしないか。安心しろ、僕が警官たちを玄関に集める。君らは裏口から逃げたまえ。よし、妙子の縄をほどけ。おい。妙子。兄さん。明智君、さらばだ。魔術師とその手下は裏口へと走り去った。明智は玄関へと走った。
表に飛び出た明智の合図で庭にいた警官たちが集まってきた。犯人は部屋のどこかに隠れている。手分けして探してくれ。わかりました。その間に魔術師たちが裏口から逃げていったことは言うまでもない。くそ、今日は僕の負けだ。だがいつか必ず捕まえてやるぞ。いつか必ず。何事もなく1ヶ月が過ぎた。玉村善太郎は一郎、二郎、太鼓を連れて外出した。玉村の宝石店で最近羽振りを聞かせている牛原幸三の家に招かれたのである。これはこれは玉村さん、どうぞお上がりください。お邪魔いたします。いや、待ちわびましたよ。あ、さあ皆さんもどうぞ。お邪魔します。お邪魔します。豪華な夕食が終わり、みんな一息ついていた。もう長いお付き合いなんですか？私がアメリカから戻ったのが2年前ですよ。宝石に興味を持ったのはつい数ヶ月前です。いや、牛原さんのお買い上げはそこらの貴族でも太刀打ちできませんよ。第一等のお客様だ。でも今晩のメインディッシュは私の秘蔵のダイヤモンドをお目にかけることです。牛原はビロード張りの小箱を取り出した。例のダイヤモンドです。一つお目利きを願いますよ。まあ美しい。見事ですね。いかがです、玉村さん。大した掘り出し物です。ちょっと拝見してもよろしいか？どうぞ。見事なダイヤで。あった。落とさないでくださいよ。おや、玉村さん、お顔が真っ青じゃありませんか？この石に見覚えがあります。どなたからお買いになったのです？アメリカの商人です。今は帰国してしまいましたが。裏側に小さな傷があります。同じ傷はそうありません。これは私の弟福田徳次郎の家から盗まれたものです。いつですか？去年の11月です。え、あの事件の時に？はい、弟が殺された時、ロゼット型のダイヤモンドが盗まれたんです。牛原さん、そのアメリカ人が誰から譲り受けたかわからないものでしょうか？明日私が問い合わせて必ず犯人を見つけますよ。お願いします。ええ。湿っぽくなっていけませんね。ではどうです、私は今16ミリの小型映画に凝ってましてね、自分で脚本を書いて書生を役者に撮ったものがあるんです。ご覧になりませんか？牛原さんご自身の映画ですか？拝見したいものですね。ええ、ぜひ。では私のスタジオにお越しください。まあ、スタジオといっても地下の穴蔵ですがね、前の持ち主が作ったようです。映画にはもってこいの場所ですよ。牛原は隣の空き部屋に入っていった。押し入れですか？床板が持ち上げられるようになってて地下に通じてるんです。はい、どうぞ。階段があるんですね。なんだか忍者屋敷みたいですね。まったくおかしなことをしたもんです。一行は階段を降りていった。降り切ったところに頑丈な鉄の扉があり、たくさんのレンガが積んである。部屋の中も赤レンガ造りで、広さは6畳ほどだ。機械類や椅子が置かれ、壁には映写用に白い布が貼られていた。皆さん席にお着きください。電気を消しますよ。無声映画なもんで私が語りをいたします。では始めましょう。時は明治の初期。美しい女がおりました。この女、ある男の妾でございました。画面には主人と女の艶っぽい場面が映し出されている。だが女には
幼馴染の丈夫がおったのです。主人のいない時を見計らっては二人逢瀬を重ねます。今度は丈夫との場面が映されている。しかし二人のことを主人が知ってしまったのです。イカれる内心、苦悶の日々。女を愛するあまり主人は策略を練りました。まずは何気ない様子で丈夫と親しくなる。その間に主人は広い屋敷を買い入れて地下にレンガで穴蔵を作りました。スクリーンの広い屋敷は牛原の屋敷であり、地下の穴蔵はまさにこの場所である。さて地下室があと少しで完成するという時です。主人は鍬を持ち、まだレンガのない壁に穴を掘りました。人が一人入れるほどの穴を。できた穴を眺める四十男の不気味な顔が大写しになった。さて主人は丈夫を晩餐に招きました。先ほど皆が食事をした部屋が映っている。二人は酒を飲み笑っていた。食事の後、面白い部屋を見せようと主人が言い出し、二人は隣の部屋へと移ります。二人は皆が通った同じ押し入れの同じ入り口から地下への階段を降りていく。酒に酔った二人は上機嫌で地下室に行きました。壁に開いた穴を主人が指さすと、丈夫は言われるがままに穴の中へと入ります。その途端、酔ったふりをしていた主人は置いてあったレンガで壁の穴を塞ぎ始めたのだ。はじめは悪い冗談かと思っていた丈夫もさすがに気がついた。だが時すでに遅し、恐怖で顔を歪ませた丈夫が壁をかくもがき回る。だが早くも漆喰は固まり、レンガの壁はびくともしない。丈夫はレンガの壁に閉じ込められたのだ。恐怖の表情がスクリーンに大写しになり妖艶していった。映画は終わった。玉村さん、この映画の意味がお分かりですか？え、どういうことです？玉浦さん、この映画の意味が分かりますか？え、どういうことです？今から50年前、映画と同じことがまさにここで起こりました。穴蔵に閉じ込められた男は奥村源次郎、そして恐ろしい監禁殺人を行った人物は玉村幸右衛門。玉村善太郎さん、あなたの父親です。あなたも世間もこんな出来事があったとはご存じないでしょう。だがたった一人苦労を重ねて秘密を探り出した者がいました。彼はここで源次郎の死体を発見し、レンガに刻まれた遺書で何が行われたかを知ったのです。彼は生涯を復讐に捧げる決心をしました。それが源次郎の息子、奥村源蔵、私です。牛原さん、冗談はいい加減にしてください。冗談でないことはあなた方もダイヤモンドをご覧になった時から薄々感じておられたでしょう。そう、私があなたの弟徳次郎を殺したんです。復讐です。玉村家の最後です。復讐って一体私らをどうしようというんだ？知りたければスクリーンの裏を調べてごらんなさい。私の気持ちが十分にわかりますよ。奥村源蔵は扉の外へと走り去った。鉄の扉が音を立ててしまった。明かりを探せ。はい、電灯のスイッチ。あった。ダメです、つきません。外で電源を切ったんだな。
お父様、兄さん、どこにいらっしゃるの？真っ暗で怖いわ。ドアを開けよう。開けろ、開けるんだ。くそ、びくともしないぞ。しっかりしろ、諦めるな。まだ助からないと決まったわけじゃない。なんだあの音は。ドアの外にあったレンガを積み上げてるんじゃ。私たちを閉じ込めるつもりね。暗闇じゃ何もできん。マッチはないか。ライターならあります。ああ、赤暗いレンガの穴蔵。怖いわ。とにかくスクリーンを剥がしてみよう。そうですね。壁の土を掘れば抜け出せるかもしれん。兄さん、照らして。こうか。太鼓、スクリーンの端を持って。はい、行くぞ。せーの。ほーら見てみろ、ここのレンガすぐに抜き取れそうだぞ。太鼓、このライターで照らしてくれ。あ、はい。三人の男たちがレンガを抜き取った。やがて頭一つ入るほどの穴ができた。次郎、このまま体当たりしてみるか。よし、行くぞ。うわ、なんだ、簡単に崩れたぞ。兄さん、奥に大きな掘ら穴が。太鼓、ライターを貸しなさい。中を覗いてみよう。はい、お父様、お気をつけて。大丈夫。おや、何かあるぞ。あ、どうしました。骸骨だ。50年前に生き埋めにされた男だ。あいつの言ったことは嘘じゃなかった。ホラー穴の中にはボロボロに破れた着物を着た骸骨が苦しみもだえたままの姿で横たわっていた。折れ曲がった両足、よじれた胴体、両手の指が土に食い込んでる。どんなに怖かったことか。どうしました、お父さん。そんなところにひざまずいて。南無阿弥陀。お父様。おや、落ちたレンガに字が刻まれてる。どれ。本当だ、ナイフで傷をつけたんですね。牛原が言ってた遺書ですかね。レンガを集めてつなぎ合わせよう。はい。男たち三人は頼りない明かりのもとレンガを集めてつなぎ合わせた。不揃いに刻まれた文字が並んだ。すさまじい文字だ。ミサオ、ミサオ、ミサオ。問題の女の名前ですね。ああ、ミサオ、もう一度顔が見たい。だが、もう出られぬ。ああ、息が苦しい。ミサオ、この仇を打ってくれ。俺を生き埋めにした奴は、玉村光右衛門だ。あいつを、あいつの子を、あいつの孫を俺と同じ目に合わせてくれ。あいつの一家が栄えていては俺は死にきれぬ。息ができぬ。胸が破れそうだ。ミサオ、ミサオ、ミサオ。なんてことだ。お前の親父がどんな残酷なことをしたか分かったか。え、あそこだ。鉄のドアの覗き窓が開き、奥村源蔵が顔を出していた。悪魔、貴様の父親は他人の女を盗んだんだ。報いを受けて当然だろうが。そうだ、僕たちが復讐されるなんておかしい。開けろ、ドアを開けろ。女を盗んだだと。盗んだのはお前らの親父光右衛門だ。俺はちゃんと調べ上げた。光右衛門は金を使って人の恋人を横取りしたんだ。横取りしておきながら俺の父を逆恨みしてこんな残酷なことをした。ミサオは恋人が行方不明になったと知ると病気になった。ミサオは妊娠していた。自分の子でないことを知っていた光右衛門はミサオを家から追い出した。身寄りのないミサオは赤ん坊を産むとすぐに死んでしまったんだ。残った赤ん坊は人の手から手に渡って大きくなった。学校にも行けず、食うものも食えず、朝から晩までこき使われた。それが俺だ。俺は源次郎と
ミサオの間に生まれた子だ。俺は世界を呪った。中でも玉村光右衛門を呪った。俺は行方不明の父も探し続けた。この穴蔵を発見し、無残な父の骸骨と会ったのは17の時だ。俺はレンガの遺書を読んだ。父の骸骨に復讐を誓った。すでに光右衛門は死んでいたが、その子、孫、玉村一家の最後の一人まで殺してやると決めたんだ。俺の生涯は準備のためだけに費やされた。犯罪学、毒薬の研究、ピストルの射撃、手品師への弟子入り、軽技も習い覚えた。復讐の資金集めにあらゆることもやった。40年だ。世間から魔術師と言われる腕前になり、金も十分に蓄えた。だから復讐を始めたんだ。さあ、俺の言うことは終わりだ。あとは58年前に貴様の親父がやった通り、ドアの外にレンガを積んで貴様らを生き埋めにするだけだ。まあせいぜい苦しめ。俺の親父の苦しみを思い知るがいい。開けろ、扉を開けるんだ。ちゃんと話そうじゃないか。だが魔術師はただ黙々とレンガを積み上げていった。やがて物音もしなくなった。レンガの壁が出来上がったというわけか。あ、ライターのベンジンがなくなってきた。どうしましょう、怖いわ。ああ、消えてしまった。誰かマッチを持ってないか。ポケットを探れ。 あった。でもたった3本です。かまん、ジロ、早くつけてくれ。なんて明るい。兄さん、ちょっとあれ動いてない？ねえ、動いてるわよね。何がだい？骸骨よ。あ、こっち歩いてくる。あ、骸骨が苦しむ姿のままこっち。次郎は指の力が抜け、思わずマッチを落としてしまった。その途端、部屋は真昼の明るさとなった。床に落ちていたフィルムに火が映ったのだ。大変だ、火が広がる。すごい煙だ。おいにお、父さん、どうなさったんです？レンガの壁にもたれた玉村善太郎は今にも窒息しそうにもだえていた。その隣には源次郎の骸骨が全く同じ姿で並んでいるではないか。お父さん、お前なんかにお父さんを。二人の息子は父の体に飛びつき、父を骸骨から引き離した。やがてフィルムの山は燃え尽くした。だがチロチロとまだ燃えているものがある。何が燃えているんだ？あ、骸骨だ。骸骨の服に火が移ったんだ。骸骨の服を這う火がその顔を照らし出した。骸骨は笑ったり泣いたり目を怒らせたりと変化しながら凄まじい形相を見せていた。くそー、畜生め。次郎は燃える骸骨をめちゃくちゃに叩き潰した。地下室は再び静かな暗闇となった。一郎、次郎、妙子、しっかりしろ。わしらはどうしてもここを抜け出さねばならん。道は一つだ。骸骨のあった洞穴を掘って地面に抜け出すんだ。椅子の足で土を掘りましょう。二本目のマッチをつけてくれ。ああ。今のうちに椅子を持て。わかりました。三人の男たちは暗闇の中で穴を掘り続けた。もう一息だ。もうすぐ地面だぞ。そうですね。冷た。なんだこの雫は。ああ、雨みたいになってきましたよ。危ない。避けろ。うわ。天井からの雫は突然激しい滝となって穴ぐらいへ落ちてきた。ホラー穴から一番離れたところに飛び移った3人の前に水は激しさを増して流れてくる。水が止まらない。もう膝まで来てるぞ。ジロ、マッチだ、マッチ。最後のマッチです。これじゃプールだ。おや、太鼓はどうした？太鼓がいないぞ。太鼓、溺れてるのか。マッチで見てみろ。
もう火が消える。腰まで水が。溺れ死んでしまうぞ。あいつの計略だ。あいつはホラー穴の上に大きな池を作った。わしらが穴を掘れば池の底に当たるように仕掛けたんだ。くっそ、どこまで執念深い悪党だ。水かさがどんどん上がってくるぞ。もうおしまいか。玉村一家は観念するしかないのだろうか。一方、明智小五郎は自宅で考え込んでいた。魔術師の家で妙子さんを救ってから1ヶ月、奴らが動く気配はない。だが簡単に諦める奴らでもない。一体何を企んでるんだ。その時、明智の脳裏をかすめたのは2人の女性だった。玉村妙子と魔術師の娘文代である。妙子さんへの好意から関わり始めた今回の事件。でも今の僕の心を占めるのは文代さん。僕はなんてバカ者だ。相手は殺人鬼の娘だぞ。何を血迷ってるんだ。おや、誰だ。夜中の11時過ぎに。ドアの外にはコートの襟で顔を隠した女が立っていた。お間違いではありませんか。いいえ。僕をお尋ねですか。あなたはどなたです。どうかお部屋に入れてくださいまし。誰かに見つかるといけません。お、あなたは。明智小五郎が自宅のアパートで考え事をしていた夜中の11時過ぎ、ドアを叩く者がいた。あなたは。どうかお部屋に入れてくださいまし。誰かに見つかるといけません。文代さんじゃないか。夜分にすみません。でも大変なことが起こったものですから。大変なこと。文代は父奥村源蔵が玉村一家全員を集めて今まさに復讐していることを手短に語った。池の水が穴蔵に流れ込んだら玉村さんたちは溺れ死ぬしかありません。さあ早く外出のご用意をなさってください。父を、悪者の父を捕まえてください。早く。わかりました。でも波越警部には電話をしましょう。明智は警視庁の波越警部を電話口に呼び出してもらった。はい、波越です。ああ、夜分にすいません。明智です。明智は文雄から聞いたことを波越に話した。それは大変だ。警察署にも応援を頼んですぐ向かいます。はい、屋敷で会いましょう。あ、お待たせしました。文雄さん、あなたはここで待っていたらどうですか。ああ、いいえ。私、屋敷のことをよく知ってますからご案内いたします。実の父親を捕まえるために案内役を務める文雄さん、なんと気の毒な。急ぎましょう。え、明智と文雄がタクシーで屋敷に着いた時にはすでに数名の刑事が家の中を捜索していた。ご苦労様です。どうですか。明智さんですね。家の中はもぬけの殻です。玉村さん親子4人が地下室に閉じ込められてるんです。その地下室が見つからないんですよ。どこに入り口があるものやら。案内の人がいます。文雄さん。あら、お、文雄さん。大変です。今庭の池を見たら水がぐんぐん減ってます。早くしないと間に合わないかもしれません。あ、文雄さん、地下室はどこですか。こっちです。文雄は客前へと走っていくと押し入れの前に立った。押し入れの中に穴蔵への入り口があるんです。こんなところに。わからないはずだ。開けますよ。あ、お、中を覗くと穴蔵の入り口からなんとピストルが明智たちを狙っているではないか。危ない。避けろ。こっちへ早く。我々が来ることを予測して待ち伏せか。どうしましょう。相手の迫力ある抵抗に明智たちは立ちすくむしかなかった。一方、玉村親子は首にまで達した大水の中でもがいていた。太鼓、太鼓。返事がない。溺れてしまったのか。何が見た。
何は見た。お父さん大丈夫ですか。次郎、お父さんを両脇から抱えよう。分かった。水は恐ろしい速度で増え続け、体はすでに浮き上がっている。冬の最中、水は凍るように冷たい。明智たちは間に合うのか。明智さん、おっしゃってた竹竿と漬物石を見つけてきました。ああ、ありがとう。では石を竹竿にくくりつけてください。はい、できました。うん、では竹竿を押し入れに差し込んで、ピストルめがけて思いっきり叩きつけてください。狙いを定めて。ピストルが離れました。やつを取り押さえろ。男たちは押し入れに入り、床板を持ち上げた。なんだこれは。手袋に芯を入れて手に見せかけている。ピストルもおもちゃです。くそ、押し入れが暗いのをいいことに、こんなもののために20分も無駄にしてしまった。それが奴の目的です。少しでも時間を稼げば、玉村親子は死に近づくのですから。中に入れ。はい。明智と刑事たちは地下室への階段を駆け下りた。いや、入り口をレンガで塞いでいます。よし、レンガを取り除けろ。その頃、一郎と次郎の足はすでに地面から離れて泳いでいた。父善太郎は息子たちに支えられて、かろうじて体を浮かべている。お父さん大丈夫ですか。ぐったりしてる。水が冷たくて体の感覚がない。もうダメだ、いっそ死んだ方がマシだ。地下室への入り口には、波越警部がさらに数名の警官を連れて到着した。様子はどうですか。波越警部、扉を開けるのに手間取ってますよ。よし、みんなで手分けして必ず開けるんだ。はい。レンガの継ぎ目を壊す者、叩く者、蹴飛ばす者、皆がそれぞれに奮闘した。大人数の力はやがてレンガの壁を崩し、鉄の扉の錠前を開けることに成功した。これでドアが開くぞ。いいですか、開けますよ。よし。鉄の扉が開くや否や、恐ろしい勢いで水が溢れ出した。先頭の警官たちが押し流されるのと同時に、玉村親子も流れ出てきた。はあ、大丈夫ですか。三人ともぐったりしてる。焚き火をしてお湯を沸かすんだ。周りの手厚い解放に、やがて玉村親子三人は意識を取り戻した。妙子、妙子はどうしました。穴蔵をくまなく探しましたが、どこにも見当たりません。いない。文雄さん、何か知りませんか。ああ、私思い出しました。父たちが妙子さんを船に連れて行くように相談してました。でもどうやって妙子さんだけが穴蔵から出られたんです。特別の通路でもあるんですか。ええ、穴蔵の壁に小さな隠し戸があって、外へ抜けられるんです。すぐ案内してください。でもどうして早く言わないんです。どうしてって。文雄はためらっていたのだ。父を捕まえてもらう決心をしたとはいえ、実の父親である。だがここまで来たら、もう腹をくくるしかない。わかりました、ご案内します。二人は皆から離れて、穴蔵からの秘密の出口へと向かった。ここです。雑草が生い茂ってわからないな。私が懐中電灯を持ちます。あら、こんなものが落ちてました。もう銀製のヘアピン、妙子さんのものか。ええ、おそらく。二人は雑草をかき分けて穴の中へと入っていった。やっぱり誰もいない。はい、今頃船に連れ込まれているかもしれません。僕を船に案内してください。でもあなたお一人では。いいえ、心配いりません。僕一人の方が仕事はしやすい。手立ても考えていますよ。さあ急ぎましょう。二人はタクシーを呼び出し、隅田川の河口へと向かった。人気のない原っぱですね。あの船です。ああ、遠くに小型汽船が浮いてますね。何か
合図があるんですか。文雄はポケットのマッチをシュッとすると3度振り動かして海へ捨てた。しばらくすると船からボートが近づいてきた。隠れてください。はい。海ちゃんかい。サンジーさん。そうだよ。親父さん帰ってきて文ちゃんを探し回ってたぜ。お父さん一人で帰ったの。いや、例のお嬢さんと一緒さ。サンジさん、ちょっと船から上がってくれない？荷物があるのよ。いや、また何を買い込んできたんだね。こっちよ。どれ、どこに。いや、貴様誰だ。ピストル。声さえ立てなければむやみに発砲はしないさ。くそ。文雄とサンジは沖の船にたどり着いた。船では魔術師奥村源蔵が部下を集めて酒盛りの真っ最中であった。みんな喜んでくれ。これはとうとうあいつの一家を皆殺しにした。我々も明日の朝で解散だ。まあ諸君には一生困らぬだけの礼をする。そして俺は玉村の娘を人質に外国へ高飛びだ。こんな嬉しい気持ちは生まれて初めてだ。今夜は大いに飲もうじゃないか。俺らに玉村への恨みはねえけどよ、どんな事情かも知らねえけどよ、銭が入りゃやめられねえな。頭、ふみちゃんが帰ってきましたぜ。ふみよが。へえ、出てこい。少し言い聞かせることがある。みんなしばらく別の部屋で飲んでくれ。頭、今日はめでたい日だ。ふみちゃんを勘弁しておやりなさい。いいから、しばらくあっちへ行っててくれ。なんだよ。お父さん。おい、どこに行ってた。お化粧の道具を買いに。夜中にどこの店が開いてるんだ。お前、明智の野郎と合いびきをしてたんだろう。まあ、合いびきって。なんだそのうろたえ方は。やっぱりそうか。前に明智をここから逃がしてやったのも貴様か。許さん、こっちに来い。無知、どうか堪忍を。何を言うか。くそ。さあ白状しろ。親の命がけの仕事を邪魔する親不孝者め、そんなにあいつが愛しいか。愛しいよりもお父さんに悪い行いをやめてほしいんです。よくも言ったな。怒りが極限に達した魔術師は鞭を投げ捨てると固い靴のかかとで思いっきり文雄の腹を蹴りつけた。かー。文雄は動かなくなってしまった。サンジ、貴様なんで俺に無断で文雄を上陸させた。かー。魔術師はサンジに殴りかかった。だがサンジは素早く身をかわすと知らん顔で立っている。貴様、グスノロのサンジのくせに俺に歯向かうか。なんで平気な顔で立ってるんだ。服装はサンジでもいつものサンジじゃないぞ。くそ。魔術師はサンジの取り打ち棒をひったくった。男の顔がむき出しになった。お、貴様一体何者だ。お忘れですか。誰だ、名前を言え。よくご覧なさい、僕ですよ。
明智功労とうとう僕の願いが叶いました。今度こそあなたを逃しませんよ。明智功労今度こそ逃がしませんよ。何を言うか。おい、どうあった。そうはさせません。明智は素早くドアを閉め立ちはだかった。手下どもに邪魔をされぬ用意だ。こりゃ愉快だ。だが一足遅かったよ明智君。今頃玉村一家がどうなってるか君は知ってるかね。屋敷の穴蔵で水攻めにでも合ってるって言うんですか。はい、それじゃ貴様。あいにくですが玉村親子は無事救われましたよ。今頃は家に帰りついてますよ。どっか、すさまじいお顔ですね。そうだった。君は今妙子がどこにいるか知ってるのか。向こうの小部屋に閉じ込めてるんでしょ。だが僕はあの部屋の鍵を手に入れました。妙子さんにはピストルを渡して内側から鍵をかけておくように言ってあります。でもこの船は俺の手下と共にどこへでも行けるんだ。君は一人、人質とは君のことだよ明智君。魔術師は机に近づき引き出しから何かを取り出そうとした。だが探しているものがないのを知るとはっと明智を見た。あなたが探してるのはこのピストルですか。留守中に拝借しましたよ。畜生、俺に狙いを定めて。さあ文雄さん、外へ出ましょう。僕たちにはまだ仕事が残っています。倒れていた文雄が立ち上がり入り口へと向かった。お父さん、私も一緒に牢屋へ行きます。どうか堪忍してください。文雄、親を裏切る気か。文雄は泣きながら父を残して部屋を出た。明智は手に入れた鍵を外からかけた。文雄さんはこのピストルを持ってついてきてください。手下どもが手向かうようなら構わずぶっ放すんです。はい、奴らを捕まえましょう。明智は甲板に出た。薄暗い中一人の手下とぶつかった。おい、三次じゃねえか。みんな探し回ってんだぜ。おい、俺はここにいるよ。おめえ、みんなを呼び集めてきな。サンジが見つかったって。おい、みんな、サンジがいたぞ。やがてゾロゾロと七人の前科者たちが集まってきた。だが明智に近づいた男が言った。おい、ちょっと待て、こいつサンジじゃねえぞ。本当だ、貴様誰だ。僕は明智小五郎だ。手向かうと撃ちますよ。明智の後ろからピストルを構えた文雄が現れた。おお、文ちゃん、どうしたんだ。君たちを一人残らず縛り上げて牢屋にぶち込もうというわけさ。酒盛りの最中だった七人は武器を部屋に置いたままだ。皆は武器へとじりじり後ずさりを始めた。明智と文雄は一歩ずつ進んでいく。一番後ろの男が部屋のドアへとたどり着いた。よし、やった。七人は次々と部屋の中へ飛び込むとピストルを手に取った。七丁のピストルが明智に狙いを定めた。おら、ぶっ放せ。なんだ、なんだこれ、弾が出ない。僕なりに戦闘準備をしておいたのさ。君たちがここに逃げ込むのを見通して縄も用意してあるんだよ。くっさま。明智と文雄は一人一人身動きできぬよう縛り上げた。そして魔術師のいる部屋へと取って返した。父がドアを壊そうとしてます。構いません、放っておきましょう。でももうドアが。飛び出してきた魔術師は明智たちには目もくれず甲板めがけて走っていった。海に飛び込むつもりです。僕たちも後を追いましょう。急いでください。大丈夫ですよ。
な、明るくなり始めましたね。お父さん、やめて。こんな目にあって生きてられるか。奥村源蔵が船べりから海に飛び込もうと海面を見下ろした時だ。完全に僕の勝利ですね。海には大きな船に乗ったたくさんの警官がいたのだ。波越警部の姿も見える。クソ。船蔵へ行くつもりです。ええ。明智は急ぎもせずに船蔵へ向かった。お父さん、ねえ、マッチをどうするの。箱の中に投げ入れましたね。貴様らを道連れにしてやる。危ない、爆薬です、伏せて。だが、いつまで経っても何も変わりはなかった。火薬は水浸しにしておきました。俺はさあ、観念なさい。お願いだ、殺してくれ。生き恥を晒すのは耐えられん。お父さん、なんという集大です。ちゃんと生きて裁きをお受けなさい。魔術師は自分の部屋に飛び込むと、戸棚から薬の瓶を取り出し飲み干した。これでおさらばだ。味はいかがです？シャンパンみたいでしょう。ひどい、毒薬までシャンパンに変えるなど。君は悪魔だ。くそー。顔を覆った魔術師の指の間から真っ赤な雫が垂れ始めた。自殺をしようとしたものの、舌を噛み切り損ねたのだ。お父さん、私が裏切ったばっかりにこんな目に。私も一緒に死にますから、堪忍して、堪忍して。バカどもめ。俺は死ぬ、こればっかりは邪魔できまい。ねえお父さん、血がダラダラと。うるさい。探偵さん、貴様は勝ったつもりだが大間違いだ。俺の体は死ぬ、だが恨みに燃えた怨霊はあいつらを皆殺しにするまで生き続ける。そんなことがあってたまるか。俺は魔術師だ。俺の霊魂は死んだ後も妖術を使うんだ。玉村の奴らがどういう風に死に絶えるか見てるがいい。魔術師奥村源蔵は離婚と歯を噛みしめると悶絶して息絶えた。今度こそ舌を噛み切ったのだ。お父さん。あ、文雄さん、気を失ってしまった。太江子さん。明智の後ろでは太江子が倒れていた。騒ぎを聞きつけて忍び出てきたのだ。だがそれ以上に明智を驚かせることが起こった。なんだこれは。赤い蛇。奥村源蔵の口から吹き出た血のりが毒々しい蛇となって動き出しているではないか。いや、落ち着け。何か棒はないか。棒は。明智は部屋にあった棒切れを見つけると蛇を殴りつけようとした。蛇が逃げてゆく。蛇は奥村の顔から床に移ると、スルスルと部屋の外へ消えていった。何だったんだ今のは。僕は幻を見たのか、それとも本当に死体から抜け出た奴の怨念。明智は呆然と立ち尽くしていた。明智君。おい、明智君。あ、波越警部。いや、これは。あ、いや、お嬢さん方は気を失っているだけです。とにかくご苦労様でした。魔術師奥村源蔵が死んだのは残念ですがね。君たち女性二人をベッドで休ませたら、手下どもを取り押さえてくれ。わかりました。ところでこの船には蛇がいますね。
蛇、どこで見たんです？今この部屋から這い出してきたんですよ。小さいが毒蛇のような格好をしてました。ああ、幻じゃなかったんだ。幻？明智は先ほど自分が見たことを話した。気味悪い話ですね。だが明智君、とにかく事件は一件落着ですよ。玉村一家に久々に明るい生活が戻ってきた。あ、お父さん、おはようございます。おはよう。ずいぶんゆっくりですね。次郎、たまにはいいじゃないか。玉村宝石店は大繁盛で忙しいんだから。魔術師騒ぎでうちの店はすっかり有名になってしまったからな。何事だ？太鼓だ。また何か？三人は太鼓の部屋へと駆けつけた。太鼓はベッドの上にいた。同じ部屋で寝ている新一少年も太鼓にしがみついている。何があったんだい？私、重くて目を覚ましたの。そしたら小さな小豆色の蛇が私の上に。ほら、シーツがくぼんでるでしょ。蛇、蛇はたまらん。お父さんは蛇が大嫌いですからね。夢だよ。胸に手でも乗ってたんだろ。いいえ、夢じゃないの。私が飛び起きるとベッドを降りてじっと私を見たのよ。その途端、あの壁から天井に使えそうな大男が現れたの。そしてスーッと外に出ていくと蛇も見えなくなったんです。お姉さんは怖い。まるで忍術じゃないか。一郎は笑ったが、父玉村善太郎は笑えなかった。玉村は明智から魔術師の絶命の様子を聞いていたのだ。一郎、次郎、家の中を見回ってくれ。気にすることありませんよ。でも一応見てきましょう。だが蛇も巨人もどこにも見当たらず、数日が経った。はあ、何事もなくてよかった。庭の池でこうして亀に餌をやる平穏な一日がありがたい。その時だ。亀の頭がニューッと伸びて小豆色の蛇になった。うわっ、蛇！蛇嫌いの玉村は逃げ出した。だが亀の胴体から無限に伸びる蛇の頭はどこまでも追ってくるではないか。一郎、次郎、太鼓、助けてくれ。どうしました？蛇！蛇じゃない、大蛇だ。うわ、巻きついてくる。小さい蛇は大回り一抱えもある大蛇となり、4人をぐるぐると締め付けた。真っ赤な舌で4人を飲み込もうと迫ってくる。夢か。よかった。おや、重い。夢から覚めた玉村の掛け布団の上で、なんと夢と同じ小豆色の蛇がトグロを巻いているではないか。ガー！その途端蛇は床を張って逃げていったと同時に、巨大な黒い人影がスーッとドアの外へと姿を消したのだ。太鼓が言った通りだ。誰もいない。紙切れが落ちてる。玉村が拾い上げた紙切れには文字が書いてあった。なんだ。奥村玄蔵。紙には奥村玄蔵と書かれていた。死んだはずの魔術師の名前である。魔術師の死とともに出現した小豆色の蛇は玉村善太郎の部屋にも現れた。その上、奥村玄蔵と署名された紙も見つかった。玉村は波越警部を呼び出した。波越さん、お願いした件はどうでしたか？塗装された奥村玄蔵の墓を調べましたが、遺体は奴に間違いありません。そうですか。結局玉村は家族4人の部屋を隣り合うように移動させ、厳重な警戒態勢を引くしかなかった。だが1週間目の深夜のこと。ん？また笛の音。お父さんの部屋の方からだ。お父さん、
お父さん。返事がない。次郎は四部屋共通の鍵でドアを開けた。あ、これは。ああ。どうした次郎？お父さんが死んでる。首に小豆色の蛇が巻きついてるぞ。この蛇に締め殺されたんだわ。桜の花びらまで巻いてある。色相、色相め。一郎に頭を踏み砕かれ、蛇は死に絶えた。すぐに浪越警部と明智小五郎がやってきた。明智君、一体どういうことでしょう。不可解です。ああ、こうなりゃ見方を変えましょう。見方を変えれば全く違ったものが見えてくることがありますから。明智は何を考えているのか。それから数日後、父の葬儀を済ませた玉村家でのこと。なんだこのコーヒーは。兄さん、どうしたんです。うわ、苦い。腹が痛くなってきた。浪越が調べた結果、コーヒーには致死量の毒物が混入していたことが分かった。飲んだのは一口だったので助かったのだ。浪越は明智のアパートを訪ねることにした。あ、はい。すいません、突然。ああ、浪越警部、どうぞ。今度は玉村家の兄弟が飲んだコーヒーに毒が入ってました。そうですか。明智君。あ、考え事をしていました。奥村源蔵の怨霊についてですか。あ、いいえ、あの、奥村文夫を早く牢から出してもらえませんか。ああ、奥村の娘ですね。彼女はむしろ我々の味方でしたから釈放されますよ。僕はあの娘が忘れられません。明智君が顔を赤らめるとは。文夫さんなら僕も構いませんよ。玉村妙子さんと比べても見劣りはしませんしね。妙子の名前に明智は眉をしかめた。どうしました。あ、いえ。ところで、前に見方を変えると違うものが見えると言ってましたね。どういうことですか。全ての既成観念を捨てるんです。既成観念。この人は犯人ではないという思い込みです。そうすれば真実が見えてきます。あなたは玉村氏を殺し、一郎二郎の兄弟に毒を持った犯人を知ってると。ええ、ようやく。今夜10時に真犯人を捕まえましょう。今夜10時、この地図を見て10時に一人で来てください。電灯もなく真っ暗な荒れた空き家です。裏に回って左端の窓から入るんです。犯人は何者です。非常に意外な人物です。あなたもご存知の。実はそんなバカな。証拠もあります。明智は真犯人にたどり着くまでの経過を語った。浪越は10時に指定の場所に行く約束をして帰っていった。その夜。はい。遅くなりました。玉村妙子が体の線のはっきり見える洋服に念入りな化粧をして立っていた。お待ちしてました。どうぞ。ご用件は何でしょう。父を殺した犯人を探し出してください。安心して暮らせるように。ああ、大丈夫です。明日からはもう何事も起こりませんよ。まあ、何か分かったんですね。妙子はソファーにいる明智の隣に行き、手を明智の膝に置いて寄りかかってきた。犯人が分かりました。まあ、誰ですの犯人は。空き家にいます。今夜10時に捕まえます。一目見たいと思いませんか。でも怖い男に会うのは。大丈夫、浪越さんも僕もそこにいます。どこの空き家ですの。この地図に書いてあります。玄関のドアは押せば開きます。一人で入ってまっすぐに行くと赤いカーテンのある部屋に出ます。その奥の電灯が灯った小部屋に犯人がいます。あなたは赤いカーテンの合わせ目から中を覗いてください。なぜそんな手間を。
犯人を見たければ僕が言った順序を完全に守らなければなりません。もし間違うと厄介なことが起きるんです。あなたとご一緒ならいいんですが。ダメです。犯人をおびき寄せるのが僕の仕事です。あなた一人で行けないなら犯人を知りたいなんてよした方がいい。わかりました。妙子は明智のアパートを出た。家へ帰ろうかと迷いながらも妙子の切羽詰まった思いが空き家へと向かわせた。ここだわ。どうしよう。いえ、ここまで来たんだもの。妙子は明智の指定通り玄関から入った。あ、突き当たりにかすかな光が。あそこの部屋だわ。奥へ進むと広い部屋に出た。奥の小部屋の電灯が赤いカーテンを照らしている。いよいよ来たわ、このカーテンね。妙子はそっとカーテンの合わせ目に指をかけた。少し開いてみる。誰もいないじゃないの。妙子はさっとカーテンを開き部屋へと足を踏み出した。その時だ、正面の赤いカーテンが開き女が現れた。え、相手も同じく驚いている。なんだ。妙子は突如玄関に向かって走り出した。すると暗闇から何者かが現れて立ちふさがるではないか。逃げようったって逃げられないぞ。妙子は男に肩をつかまれて崩れ落ちた。一方、赤いカーテンの隣の部屋では壁の穴から今の様子を覗いている者たちがいた。明智さん、妙子はどうして悲鳴を上げて逃げ出したんです？あの表情の意味がお分かりですか？凄まじい顔でした。何を見たんだろう？犯人です。お父さんを殺した真犯人。え？本当にいるならすぐ捕まえないと。あ、今頃波越警部が捕まえていますよ。わけがわからない。部屋には誰もいないし波越さんも見かけませんよ。部屋には誰もいませんが、妙子さんは確かに犯人を見たんです。さあ、こちらへいらっしゃい。三人は真っ赤なカーテンの前に来た。次郎君、入ってごらんなさい。はい。あ、誰かいる。なんだ、鏡か。そう、正面の壁に大きな鏡があるんです。妙子さんは鏡の中に真犯人を見たわけです。まさかあなたは妹が実の父を殺した犯人だとおっしゃるんですか？鏡を見た妙子さんは僕のトリックに気づいて叫んだんです。犯人がここにいるという本当の意味を。でも動機は？妙子に父を殺す動機がありません。妙子さんはあなた方の妹でも玉村さんの娘でもなかったからです。僕たちは赤ん坊の時から妙子を知ってるんですよ。彼女は魔術師奥村源蔵の娘です。そんなバカなこと。いや、僕が調べ上げた事実です。生まれたばかりの赤ん坊が病院で取り替えられました。しかも奥村源蔵の企みによって。彼は看護婦を買収して同じ頃に生まれた自分の娘と妹さんを取り替えさせたんです。え、もしや文代という魔術師の娘が？ええ、文代さんが本当の妹さんです。どうしてそんなことを？奥村源蔵の復讐です。彼は娘を取り替えることで玉村家の人間として成長させ、物心ついた時に親子の名乗りを上げました。そして復讐の手助けをさせたんです。そんな。犯人はいつも玉村家の中にいた。そう考えれば謎は全て解けるというわけです。妙子に会わせてください。直接聞かないと納得できない。波越警部が捕まえて向こうの部屋で待っています。さあ行きましょう。三人は玄関脇の一室へ向かった。赤々と電灯がついた客間から甲高い声がする。なんで私を犯人だというの？妙子さん、諦めなさい。お兄さんたちはさっきの君の様子を全部見ていました。あの恐ろしい表情と行動が何よりの証拠です。
お兄様、私こんなひどい疑いを受けてるのよ。奥村源蔵と玉村家の娘を取り替えたと証言した看護婦が今来てるんですよ。昔の話が何の証拠になるんです？証人は他にもいます。入ってください。隣の部屋から元看護婦の老婆と幼い子供が入ってきた。あら、しんちゃん。お姉様。妙子さんがもらい受け、弟のように育てたみなしごの新一少年です。妙子さんはこの少年を殺人鬼に育て上げたんです。福田氏、玉村氏ともに厳重に戸締まりをされた部屋で殺されました。簡単に部屋に入れる妙子さんは新一少年と二人で殺害をした後、花を巻き横笛を吹きに行く。少年は中から鍵をかけ、ドアの上の換気用の回転窓に登って抜け出すわけです。ああ、例の巨人も妙子さんが少年を肩に乗せ、上からマントを羽織って事件に怪しさを出したに過ぎません。なんなら新一君に尋ねましょうか。僕にすっかり懐いて何でもしてくれますよ。青ざめた顔で立ち尽くしていた妙子が震える手を胸へと持っていった。お、何をする。あ、危ないじゃないか。ピストル。一郎君と二郎君を殺して自殺するつもりですね。まだ執念を捨ててないんですか。あ、私は自殺することもできないですか。あんまりです。これこそ雄弁な自白ですよ。こうして魔術師の事件は幕を下ろした。妙子は刑務所に収監され、代わりに文夫は自由の身となった。お兄様、お仕事ご苦労様です。文夫さん、兄さんは今や玉村宝石店の店主だからね。二郎の手伝いで助かってるさ。文夫さんは今日も明智さんの事務所へご出勤かい？やだわ、お兄様ったら。明智さんの助手とは大したもんだ。お役に立ちたいんですもの。行ってきます。文夫は毎日明智のアパートに通っていた。やがて明智夫人となる文夫は生涯明智の素晴らしい助手となったことは言うまでもない。それではまた次回お楽しみに。